新年度が始まってしばらく経った今日この頃、恋人の一人や二人、そろそろできたんじゃないかな。視聴者に対する全体攻撃やめろ。そもそも恋人が二人いる時点で、浮気もいいところなんですよね。最近は変わったアモアスのルールが多いけど、今回は一体どんなルールなのか。何このリア充空間、この世の地獄か。へぇ、マイラバーズ、ユーの役職は何だい。インポスターインポスター。自分今回ジャッカルなんだけど、ってことはもしかして。うおー、まさかまさかの人材カップルだー。誰を切るしても相方が死ぬことはない。殺しのフリーパスをゲットしてしまったな。とまあ今回のルールは、恋人だらけのリア充村。偶数なので本当は全員ペアを作りたかったんですが、なんかバブルから特に破局させられました。ゲーム上の都合で、別れさせられたカップルが不憫すぎる。ちなみに今回、ルール上恋人がいないクルーが誕生することがあるんだけど、基本的にラバーズしか勝利できないので、ほぼ負け格みたいな役職です。なんすか。恋人もいないクルーでは、一生勝ち組になれないってことすか。とりあえずまあ、今回の役職はざっとこんな感じ。ラバーズは二人ペアの役職で、最後まで生き残れば勝利って感じですね。ただ恋人のどちらかが死んだ場合、もう片方も自決してしまう。死が二人を沸かすまでとは言うけど、こんな危険な大手はごめんだぜ。あ、おい、みぞれさん。あれ、グサオさんの声がするのに画面上にいないんだけど。え、マジ？グサオさんすぐそばにいるじゃん。ほら、やっぱみぞれさんが。え、これグサオさんじゃなくてメテオさんがキルしたの？キルワープもしてるし、おそらくシェリフで突っ込んだんだろうな。っていうか何気に、ウパパロンさんの死体も2個出てるし。死体が2個表示されるバグは、キルのタイミングが被った際によく起こるバグで、おそらくあのタイミングで、グサオさんもキルをしていた説が濃厚です。おいおい、その件について詰められたら、グサオさんやばいんじゃないの？おい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 。自分シェリフなんで、キルしても大丈夫です。そもそもウパパロンさんは、見つけ次第殺し気だった。なんか知らんけど、メテオさんが明確な殺意持ってて草生える。今回はラバーズもキルできるから、少なくとも5分の4以上でシェリフのキル通るもんね。まついたメテオさん、お前にも、愛する人がいるだろう。それなのに罪のない恋人をキルして、相方が喜ぶと思ってるのか。うるせえ、俺に恋人なんていねえんだよ。あ。どうせ勝てないんだったら、ここで一人でも多くの恋人を不幸にするしかない。シェリフがなんだ、執行官がなんだ、俺はただ、キルボタンを押し続けるだけなんだ。おいやべえぞこいつ。ここで釣らないとまずい。シェリフなのは間違ってないと思うけど、ここで残すのはあまりにリスクが高すぎる。ウパパロンが、ウパパロンが全て悪いんだ。あまりにもムカついたから、つい衝動的にキルしてしまったんだ。これが恋人のできなかった、哀れなシェリフの末路か。ラバーズは生存しなきゃ勝利できないから、まあ残しておく理由なんてないもんな。ラバーズが一組犠牲になった上にシェリフも消えたから、これはいい感じ。本来なら隠し城であるシェリフがクルーによって釣られていくという、貴重な映像がこちらです。まあ次のターンになったら、本当に恋人がいなかったのかもわかるからね。これでいたとしたら、巻き添えになった相方がかわいそうすぎる。これで残りのシェリフはあと一人。なんならラバーズの道連れでもう死んだ可能性もあるから、これは勝つる。っていうかせっかくのラバーズなのに、ずっとグサオさんと別行動なんですけど、まあお前、一人でどこでも行ける性格だし言うて平気だろ。失礼な、一人遊園地や動物園水族館、焼肉や温泉ぐらいしかないですよ。複数人で行く方が少数派になってない？ちなみに遊園地で、2対2で対戦する対人型のアトラクションをプレイしたんですけど、自分一人にカップル二人の1対2の状況で、なんとか勝利をもぎ取りました。ゲームに勝って勝負に負けるって、こういうことを言うんだな。なんならアシカがフラワーパークも一人で行けるくらいの肝の太さなんで、どこでも行けそうですね。とか言いながら道すがら八幡宮さんをキルしたけど、まだ勝ちにはならないか。イエモンさんの死体が発見されて、そのまま会議。今回の被害者は3人、一人恋人がいない人をキルしちゃったっぽいね。これ、絶対グサオさんとミゾレさんグルでしょ。まあこの盤面、どっちもラバーズだと思うから、そりゃそうなるよね。これ結局、メテオさんの恋人についてはどうなったんだっけ？本人は否定してたけど、ワンチャン今回の3人の中の誰かってことも。何それ、愛人ってこと？まあ冗談は置いといて、これどっちもラバーズ捨ててるでしょ。まあどの道偶数だから、釣れるとは思ってないな。とりあえずガンマスさんは、グサオさんに投票しといて。勝手に承知の捨て。それじゃあこっちは、レイマリさんに票合わせようか。何この出来レース。おなんか会議の内容が、過去一で中身がない気がする。まあどの会議も誰つるか話してるだけの、人狼要素を思いっきり希釈したような内容だしな。まああとは、グサオさんをキルしないように気をつけるだけの単純な作業。もうバレてもいいんで、ここの扉前で出待ちでもしてようかな。ひこう、ここまで人狼要素ほぼゼロ。人狼要素が見たいんだったら、マイクラ人狼動画でも見てちょうだい。でもこのチャンネル、マイクラ人狼の動画そんなに出ないじゃん。その理由は、他の人のマイクラ動画を見てればわかるはず。あ、そういうことか。まだサボタージュ治る気配ないから、キルは間に合いそう。っていうかここまでほぼノーカットなのに、動画の尺が全然足らないんですけど。試合展開が早すぎて、毎ターンキルが起きてるからしゃあない。とか言ってる間に、キルクールの準備が完了。グサオさんも来ないし、あとはキルボタンを連打してればいいでしょう。
れ、敗北？最後は相打ちだったみたいだけど、クルーの勝利になるんだ。おそらく相打ちによって、クルーのインポスターが全滅という勝利条件と、インポスターのクルーを同数まで減らすという勝利条件を同時に満たした。判定上はクルーの勝利だけど、実質引き分けみたいな感じだと思いますね。この構成だと試合にならないんで、もう多分やらないかな。さっきの試合だけじゃ尺が足りないので、もう一試合動画化しないと。今回の役職は、インポスター役職のイビルメカニック。詳しくはこの動画を見ればわかるが、まあベントに潜り、そのまま移動できるインポスターとでも思ってくれ。マイクラ人狼だけでなくて、アモングアスの方も最近録画ストックないから困る。っていうかこんな色の人、メメ村にいたっけ？なんか色がバグって、色違いの銅みたいな色してますね。最近いろいろな縛りでやってるから、なかなか新役職とかもやらなくなったよね。まだまだ遊んでない役職はあるのですが、いかんせんやる機会がありません。まあ面白そうな役職でも見つけたら、村長に直談判でもするか。キルクールタイムも溜まったし、そろそろキルがしたい。でもこんな目立つ場所でメテオさんキルするとバレるので、そこは我慢、ちゃんと我慢できて偉い。でも正直最近は、どこでキルしてもバレるかバレないかは運次第な気がする。どんなに雑なキルをしても、他の人の動き次第では全然詰まりませんもんね。過去の愛人と毎回名前が違う人とすれ違った後、そのままバイタルへ。誰も死んでない。よし、インポスター視点だと、全くよしではないぜいき。せっかくこの役職を引いたからには、普通にキルするのはつまらない。だから貨物室にある弁当を拝借して、隠れてキルしようかな。弁当に隠れてそのまま移動し、キルまでできるイビルメカニック。一見めちゃくちゃ強そうに見えるけど、大体バレるから弱い方の役職だぜ。弁当の移動状況を考えると簡単に詰められるので、普通にキルした方が強いまであります。まあそれでも、能力を使わずにはいられない。多分電気室あたりに人集まってるし、その中の誰かをキルしてやるぜ。通信サボタージュなってるのに、本当にいるんですかね。よし、イエモンさんキルできた。早く逃げなきゃ。やばいやばい、ベントに入ってるのバレた。しかもウパパロンさんは、前にシェリフカミングアウトしてる。追いつかれたらアウトだな。狩る者と狩られる者の立場が、一瞬で逆転した瞬間です。っていうか今回キカーモなのに、ウパパロンさんの声が聞こえない。多分マイクミュートにしたままなんでしょ。うおーおー、やばい、そろそろ追いつかれる。と思ったらこんなところにめっちゃ人集まってるわ。これはチャンス。オラオラ、キルできるもんならしてみんな、一般人を人質にする犯人みたいなことしててさ。それじゃ、最後にもう一キル。みぞれさんがやってました。なんで釣られたんだ。あそこで釣られないのはナメプ以外の何物でもないだろ。なんか知らんけど釣られてる。なんか知らんけどシェリフ自爆してる。なんか知らんけど助かってる。と思ったら、やっぱり釣られてる。このチャンネルの代名詞、終わり際のクソ雑ダイジェスト。ということで、今回の動画はここまで。もしよかったら、高評価チャンネル登録もよろしくな。それではまた、次回の動画で。